はようございます。今車の中なんですけど、このね UV レジンでちょっと機体をね修理したんですよ。あ、ちょっとあれかな、車の中でちょっと声が変になった。これね、あ、ちゃんとついてねえ、外れたわ。ここつけてたんですけど外れましたね。取れてんな。これね。でね、ちょっとこれじゃあれか。ちょっと下。これをね、こちらの、速乾用ハードですね。これをもう一回ちょっと修理してみるか。ここに垂らして、結構ね今ちょっと体勢がひどいことになってんだけど、そしてこれを立てる、立てる、でそこで、100均にはね、UV ライトなかったんですけど、これトライアルに、行ったら置いてたんで、これ100円なんですよ。で使い方はねこんな感じでね、このペンで書いたやつが白く浮き出るという、紫外線ライトなんですけど、これがね、これに、つかない。あ、ついた。こんな感じでね。これがね、固まるんですよ、案外。何秒かな。30秒もしないうちにも固まるんですけど、ただね、ちゃんとしたライトで、こっちのね、なんだろう、これちょっと 薄ブルーみたいな、これがねなぜか固まらないんですよね。でももう一個 の茶色い方では固まるんで、ライト的には問題ないと思うんですけど、相性かな。はい、これをこっちはダイソーで買ってるんですけどね、これでもうつきました。もうここ持ってつまんでも、あ、ダメだ、これあれだな、いや固まるんだけど、ツルツル、一応ねペーパーはちょっとかけてるんだけどな、ちょっとペーパー足りないか、いやペーパー足りないかな、ちょっとペーパーかけるか、あ、ダメだ、ペーパーかけよう。ですね、難しいな、固まるのは固まるんですよ。はい、ちょっと、ペーパーかけました。あ、やり直した。速乾、もうね固まってて、器のようになってるんで、あとはこれを固める。
通の青いライトかなと思ったんですけど、色がちょっと違うんですよね。ちゃんとしたやつは紫っぽいんですけど、これはちょっと青っぽくて、なるかな。家でねやった時は本当結構すぐにガチガチになったんですけどね。うん、5分か。もういいかな。反対側も。どうかな。今度はよさげかな。こうひねるとね、あんまし強くひねるとこんな感じで今つまんでるんですけどね、つきました。こんな感じです。ガチガチになってます。で、ちょっとね試してみようと思うんですけど、こちらの、プラ板にこちらの、ブルーの分をちょこっと、はい、でこっちの左側に茶色いやつ、あれ、真横に置けばよかったから。あら、はい、これこっちがブルーで、こっちが茶色いやつね。でこれを照射します。もう下からやるか。要は光が通ればいいんで、だから何だろう、黒いプラスチックとかさっきみたいなやつ、開いたやつはつなぎ目にこのね紫外線が入らんと固まらないんで、まあ脇を固める感じに、まあボンド代わりになりますけど、使い方ですよね。こういった透明なやつならね、どこかでも光が中まで入るんで、今こっち茶色い側ですね。速乾、速乾といってもね、瞬間みたいな速乾とは違うんで、いいかな。あ、もう固まってます。こっちはもう完全にね、まあ半生っていうか、まあちょっと時間がね数秒だったんでね。でこっちはどうだろう。あ、固まってるじゃん。っていうことは向こうとの相性が悪いんかな。向こうのがもう電池少ないんかな。ちょっと暗い、ちょっと暗かったっていうのもあるんですけどね。結構何十分もずっと照らした状態にしてたんですけど、全然固まらなかったんで。固まるじゃん。こんな感じね、山盛りっていうかこんもりさせてるんですけど、なんかないかな。こんな感じでね、こさえても取れないような。ツルツルだからこうちょっとめくる感じにすれば取れますけど、こんな感じに、ね、
ピンと。こっちがハードタイプですね。結構ほんと、あぶね。どうか飛んでいった。うん。はい、こんな感じです。ですんで、これ結構、使います。はい、以上になります。